はい、こちらセブンパークにやってきました。わかる、これで。はい、ほらセブンパーク。はい、ということでですね、今からセブンパークのサブウェイに食べに行きたいと思います。サブウェイにやってきました。今日はこのタコス、チリコンカンタコス。じゃあそれ俺の、それ俺のタコスとチーズのポテトと。ウーロン茶。今あれよね、サイズ S で M サイズにしてくれるね。そう、今なんかキャンペーンしてて。とウヌさんゲットです。これ好きなの？ママの友達があげます。ということで、サブウェイは食べても多分太らない。そんなことだよ。はい、いただきます。どう？あ、すごい肌に良さそう。サブウェイ、サブウェイ、サブウェイ、サブウェイ。あれ、あのパンダフィーラム。俺のがシリコン、シリコンタンの、シリコンタン、シリコンタンのアンドチキンってやつだな。はい、今日もヒゲが生えてます。シリコン感が似合う男。そう、それがカズヒト岡田。あ、美味しい。でも岡田カズヒト、カズヒト岡田。美味しい。美味しい。ポテトこんだけしか入ってない。いや、そんなもんやろ。足りるかな。俺のもあるよ。ちょっと食べていいよ。かわいい。ドクラーが遠いだな、スピン。セブンパークって東方入ってんねんな。そうやねん。で、最初できるときにこの辺りに映画館があんまりない、うん、大きい映画館が、うん、で東宝できるってなったから、うん、めっちゃ人来るんじゃないかって言われておってるな、うんうん、残念や。そんなこと言うな。でもショッピングモール好きから人間からするとちょっとなんかセブンパークもっと頑張れたらいいのになって、はい、物足りん。エゴペットとか無印とかロフトとかゴザソーローとかはいいけど、ちょっといまいちよくわからん雑貨屋とか。あ、ファッションが弱いな。あんまいいショップが入ってないね。期待してる。やっぱり。ラーラポー。ララポーとかいい。最近は、最近一押し、うん、ララポートに無印とかが入ってほしい。あ、映画館。そっかそっかそっか。でもそうするとセブンパークになっちゃう。
両方行けってことだね、うん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした、はい、いかがでしたか。初めて食べたと思うんですけども、はい、味が濃くてすごく美味しかったです。はい、名前どうですか。お前、あれ違う、小僧またお前か覚えやすい名前なんで。スープが濃いのでご飯次単品で頼んで締めに入れて食べたいと思いました。ごちそうさまです。これそんなんいらんカメラで。タブエ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 、あれ